どうも、面白ひげメガネです。今日はですね、我らが松本隆弘さんが先日60歳の誕生日を迎えたということで、その誕生日を記念して行われた企画、X の YOSHIKI さんとの対談ですね。あの YOSHIKI さんの公式チャンネルの方で行われた対談なんですけれども、それをちょっとまあ僕も見させていただきまして、これが非常に面白い対談だったので、今回はその対談のちょっとまあ僕なりの感想を述べさせていただこうかなと思っております。まあやっぱりね、この松本さんと YOSHIKI さんの対談っていうのはね、まあそれこそ本当に、日本のトップを走っているバンド同士というか、まあそれこそハードロックの世界の中でトップを走ってるビーズと、ヘビーメタルの世界の中でトップを走ってる X のね、リーダー同士の対談っていうことなので、まあこれはもう日本のロック界の一つの大きな出来事であると。まあ、ちょっとこれは見逃すわけにはいかねえんじゃねえかっていうことで、まあ見させていただきまして、まあこれがね、まず28日日曜日の19時から開始ということだったんですけれども、まあ YOSHIKI さんのその公式チャンネルの、まあ一応メンバーになることで、まあ見れるやつで、まあニコ生とかでもやってたのかな。まあ僕はちょっと YouTube の方で見させていただいたんですけれども、まあ19時に開始っていうことだったんですけれども、まあね、コメントの、まあ、チャットの方でいろいろ楽しみ楽しみみたいな結構チャットがね、いろいろ並んでたんですけど、その肝心のその19時になってもこれがね、始まんなくて、でまあその多少のね、その時間のロスはまあしょうがないだろうな、まあ機材トラブルとかあんのかなみたいなところだったんで、まあ多少はしょうがないだろうなっていうのは思ってたんですけど、これがね、その5分経っても10分経っても全然始まんなくて、でそのコメント欄もなんかあれどうしたみたいな、ちょっと様子おかしいぞみたいな感じになってきたんですけど、でだから最終的に始まったのが19時15、6分ぐらい、だから15分ぐらい遅れて始まったのかな、なんですけど、そのコメント欄の中でその X のねファンの方からしたら、なんかこれはもう日常茶飯事みたいな、これがいつもの YOSHIKI さんなんですみたいな感じのことをすごくおっしゃってる方がたくさんいて、で結構ビーズのファンからしたらね、結構ビーズってちゃんと時間とかを守る方のバンドなので、だからその辺のなんかちょっと驚きとかもあったっぽい、まあビーズのファンの方も結構いたんで、その辺の驚きとかもあったっぽいんですけど、そこに対してそのね、YOSHIKI さんのファンの方が、あのすいません、これが YOSHIKI さんなんですみたいな、松本さんファンの方すいませんみたいな、そのコメント欄の中ですごいね、なんか申し訳なさそうに謝ってらっしゃる方とかがいて、なんかその辺なんかちょっと、客観的に見てて面白いなって思ったところなんですけど、でもこれでね、その逆に松本さんが実は遅刻して遅くなってたとかだったら、まあお笑い的には正解なんですけど、まあそういうことももちろんなく、まあ実際原因としてはなんか結局よくわかんなかったんですけど、まあ時差なのかな、まあ YOSHIKI さんがロスにいたっぽいんで、でまあとりあえず、まあ遅れたとはいえ、一応無事に始まりまして、まあ、一番最初にちょっと印象的だったのが、まあまず最初に YOSHIKI さんが映って、でまあその後にまあ松本さんを紹介するっていう感じだったんですけど、まあなんか実際現場でちょっと機材トラブル的なのがあったっぽくて、YOSHIKI さんが若干そのスタッフに対してちょっとピリついてる感じの雰囲気を出してたのが、まあちょっと印象的ではあったんですけど、ただまあそれもその YOSHIKI さんのその松本さんに対する気遣いというか、あんまり松本さん渡すのも悪いからみたいな、そういう感じの、ちょっとね、それでピリついてた感じがあったっぽいんで、まあそれはそれでまあ、気遣いのところなんだなっていう感じで撮りましたけど、でその後まあその MC の人の話を中心にまあ2人のね対談が進んでいくんですけど、やっぱすごくね全体通して印象的だったのが、やっぱその YOSHIKI さんと松本さんっていうのはもう本当に対照的な2人だなと、なんかもう本当にその何から何まですごく対照的、面白いぐらい対照的な2人で、なんかそれがねものすごくあの対談を通して浮き彫りにされてる感じがしたので、見ててすごく面白かったんですけど、じゃあどう対照的だったのかというと、まあ、本当に一言で言ってしまうと、YOSHIKI さんはもう本当破滅型のロックンローラータイプで、それに対して松本さんはもう本当堅実派タイプ、職人タイプみたいな、だから誰かもコメントで言ってたんですけど、芸術家と職人の対談みたいな、これまさにその通りだなって思ったんですけど、だからその話してる時のね、そのお互いのその醸し出す雰囲気からしても全然違うんですよ。やっぱ松本さんはね、まあ実際も年上っていうのもあるんでしょうけど、まあ本当こう落ち着いてて、
まあ、どっしり構えてる感じの雰囲気なんですけど、ヨシキさんは逆に結構その画面の中でもすごくこう前のめりに動く方で、で口数もとても多いし、でなんだったら途中いきなりね酒飲み出したりとかして、ワイン飲み始めたりとかして、なんかすごい、落ち着きのない方だなっていう感じで、なんかそういう点でもね、なんか本当にその二人の対照的なところというか、まあギャップが出てるところだったんですけど、でまたそのヨシキさんがね、その酒を飲み始めてからのね、その勢いというか、エンジンのかかり具合がすごくてね、なんかどんどんその自虐的な方向に、まあその酒が回ってるからなのかわかんないですけど、まあ僕なんてもう本当ダメですよみたいな、もう本当自分なんてもう松本さんも本当常に安定した活動されててすごいと思う、自分なんてもう本当にもうダメダメでみたいな、すごくなんか変な方向に、マイナスな方向にエンジンがかかっちゃってて、でそれに対して松本さんがなんか広い心で受け止めて、いやいや吉木さんすごいじゃないみたいな、なんかそんななんか途中から人生相談みたいな感じの雰囲気になってって、でもなんか本当にね、その見てて本当に思ったのが、まあ実際そのヨシキさんって本当に芸術家肌の方で、まあまさに多分天才タイプの方なんだろうなと。でも本当になんかのめり込むともう妥協を許さないというか、もうそこにもう集中しちゃうみたいな、そういうタイプなんだろうなっていう、だから本当に破滅型のタイプなんだろうなっていう、ところは思ったんですけど、でそれに対してその松本さんっていうのは、まあ本当にね、まあファンの方ならご存知の通りですけど、まあ本当真面目というか、まあ堅実なタイプで、まあだからそのウサギとカメで言うと本当にカメのタイプで、もう本当にだからね、ゆっくりだけど着実にゴールに向かって常に前進してるみたいな、だからこそまあつまずくことはないみたいな感じ、まあだからそこはね、ヨシキさんの言葉を借りて言うと、もう安定した活動をしてるっていうところになるんだろうなと思うんですけど、まあこれね、やっぱそのどっちも対照的なタイプではありますけど、本当にそこに対してはもう全体あの正解不正解の問題ではないなと、むしろまあどっちもこれはもう正解だと思うんですよ。結局やっぱどっちもね、素晴らしい音楽を生み出してるっていう、まあミュージシャンにとってもうある種絶対的な答えを出してる二人なので、そこに関してはもう本当どっちも正解だと思うし、まああとはもう受け取る側がまあどういうものを求めるかっていうところだと思うので、結局そのね、ヨシキさんがどんどんエンジンかかっちゃって、もう自分なんてダメっすよみたいなことを言ってるのに対して、松本さんが、いやいやそんなことないよみたいな感じの構図にね、なっちゃってはいましたけど、まあでも結局ね、肌から見てる、もう客目線で見てる立場からすると、もうどっちも正解だと思うんですよね。まああとはその単純にその見た目的なところにおいても本当対照的でしたよね。やっぱ松本さんはまあ本当、ね、60歳のストレートなロックンローラーっていう、まあ、かっこいいロックンローラーっていう感じの、まあ、ちゃんと60歳の見た目なんですけど、ヨシキさんはもうだから50とか言ってるんですかね、なんですけども、お肌ツヤツヤでね、もう中性的な美しさのある方で、見た目的なところでも本当真逆を言ってる2人だなっていうのがあるんで、なんか面白いぐらい共通点がない、音楽をやってるっていうことぐらいしか共通点ないんじゃないかっていうぐらいの、なんか対照的な二人だったんで、なんかそんな二人の対談が逆になんかこう、独特のね、グルーヴ感を生み出していたような感じがして面白かったですよね。で、なんだったら途中その、ヨシキさんの方の画面だけなんか急に画像が荒くなって、ヨシキさんの動きがなんかカクカクになっちゃったりとか、してで常に松本さんの方はもう画質がいい状態だったんで、だからその辺からしてもなんかこう二人の性格がそのまま画質にまで現れてんじゃねえかみたいな。であとその印象的だったのが、まあねお二人結構、まあ、普段から交流が深いらしくて、まあちょくちょく飲みに行ったりとかもしてるらしいんですけど、まあその過去のエピソードでね、その飲みに行ったその現場にそれこそだから氷室京介さんがいたりとか、あのグレーの拓郎さんがいたりとかっていう、そのなんかとんでもねえ大物の名前がガンガン出てくる時間があって、だからそこはね、なんかもうすごい聞いてて、なんかすげえ空間だなっていうのは、もう全員見た方は思ったと思うんですけど、松本さんいて、ヨシキさんいて、氷室さんいて、拓郎さんいるっていう、どういう空間なんだよと。もういいとも最終回じゃねえんだからっていうのをやっぱ見てて思いましたよね。まあでもそれこそね、その氷室さんもそうだし、拓郎さんもそうですけど、そのあんまりこう表立って見えてこなかった部分で、意外とミュージシャンの人って太く繋がってるんだなっていうのがなんか分かった
対談でもありましたよね。まあ、あと、まあ、ちょっと印象的だったのが、まあ、そのバンドのリーダー論みたいなね、テーマでお二人が話してる時間があって、まあ、そこでもまたその、ヨシキさんがね、もう自分なんてみたいな、もっと周りの人のことを思いやらなきゃいけないのにみたいな感じで結構ネガティブな感じになっちゃうんですけど、逆にその松本さんが残した言葉でとても印象的だったのが、稲葉くんはとてもいい人だからっていう、なんか何気ない相方を褒める言葉っていう、あれはちょっと印象的でしたよね。だからなんか本当にその松本さんはそのまあ稲葉さんもそうですけど、周りのね、取り巻きのスタッフさんもそうだと思うんですけど、なんか本当にこう、人に恵まれてる人なんだろうなっていうね。そこに関してはなんか本当に、まあ、運とかそういう要素も絶対あるとは思うんですけど、なんかそこは本当に、あそこの周りは、そういう点においても多分安定してるんだろうなと思うんですよね。まあ、稲葉さんと多分ほとんど喧嘩もしたことないっていう風に言ってたんで、本当何から何まで本当対照的な二人だなと、思ったんですけど、ただこれもやっぱそのコメントで結構頻繁にバンバン出てましたけど、やっぱりそのビーズと X のコラボっていうのはやっぱ見たいなっていうのはね、ありますよね。その対照的な2つのバンドのね、でもトップを走ってる同士の2つのバンドのコラボっていうのは絶対面白いと思うし、やっぱそのハードロック界の、日本のハードロック界のトップとそのヘビーメタル界のトップのバンドの共演っていうのは、やっぱそれだけでなんていうかこう、まあ、ロックという音楽そのもののなんかこう、大きな復活劇というか、まだロックは死んでなかったんだっていう、なんかそういう一つの大きな象徴としてのね、出来事になるんじゃないかなと思うんで、そこはなんかこう、やること自体にすごく大きな意味のあることだと思うんで、僕もそこはね、ぜひとも望みたいところですよね。でもなんかほんと二人もそこに関してはすごいノリノリな感じだったんで、なんかそう遠くない未来実現全然あるんじゃないかなっていう感じしますけどね。なんかやれるうちにやっといた方がいいと思うんで、そこは本当お願いします。で、あとはやっぱりその松本さん、まあね、それこそまあアルバムのそのブルーズマンのインタビューなんかでも頻繁に言ってたことですけど、日本のブルースっていうところになんかすごくこだわってる感じがインタビューの中で出てて、まあ、そこに関してはちょっとまた機会をまた別で設けてがっつり語りたいところではあるんですけど、はい、ということで、まあ、急遽ではありましたけれども、でそしてざっくりではありましたけれども、吉木さんと松本さんの対談に関して、まあ、ちょっと感想をね、個人的感想を述べさせていただきましたけれども、改めて、松本さん60歳の誕生日おめでとうございます。で、誕生日近かったんですよ、僕。ね、1週間前誕生日だったんですよ、37歳誕生日だったんですよ、僕ね。ファンクラブのあの会員のあのメッセージくれてありがとうございました。そのうち中尾をおごらせてください。ということで、また次回よろしくお願いします。面白ひげメガネでした。